どうも、筋肉です。今日はですね、皆さんから来た質問何個か、答えるっていうやつをやります。相席食堂見ましたよ。相席食堂ね。皆さん結構ね、見てくれた人たくさんいて、めちゃくちゃメッセージもらったんですよね。なんか一番今まででテレビ出た中でもらったかもしれない。そんなに？めちゃくちゃメッセージくださった。もうインスタ、ツイッターとかもだし、めちゃくちゃありがたいです。すごい面白かったって言ってくださって、めっちゃありがたいですね。何にもまともなことしてない気がする。なんか普通に楽しんでただけないね。俺ってこんな感じなんだって思ったもん。改めて見てひどかったね。すごかったね。地上波いけんだねっていう。まあ確かに、まあ、キングアロハってあったじゃん。ノブさんが言ってた。まああれはギリモザイクかけは生きていたかもしん、いけたのかな。でなんかね、テロって千鳥の二人が気づいたからみたいな。そうそう、気づいてなかったらもう完全に金が金玉は普通に地上波で流してたから。出てたね。別に金玉は別に見られてなんとも思わないけど、今出せるしな。出すね。別に今こうやってやってる時さ、ここから出してても別になんとも思わないもん。別に金玉見られたって知らないし。何か思えよ。全然なんとも思わないの。そんなんばっかりで、キーボもあったしな。キーボあったね。キーボ完全にモザイクなかったからね。まあ別にガッチガチじゃないからね。まあ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 、あんぐらいのもっこりはさ、みんなあるだろ。ガッチガチだったらさすがにね、な、映せないけどな。まあでもあれ以外にも本当に映せないこととかもあったから、それはさすがに流れてないんですけど、サイヤは知ってるけど、本当に映せないやつね。まあ見してもらったね。あれはさすがにまあ無理だったね。いくら相席食堂でもさすがに映せない。YouTube でもギリよ。いいじゃない。どうなんだろう。ギリ無理だろ。っていうのもあってね。まあでも本当に楽しくやってね。皆さんからもいろいろいただいて、まあ、ただ髪の毛ですよ、問題は。三発ボケが盛大に滑ったんだよな。千鳥のお二人にもあそこまでは良かったのに。あそこから大失速って。なんか三発界で一番。三発ボケ界で一番失敗してるって。まあまあ一番はね。まあまあ一番はいいけど、嬉しいけどね、中途半端よりね。ただあれ切ってる時はもう、いや、あ、俺はこれにしますわっつって、あのキジムナ、キジムナ、腰をっつってやって、アドレナリン出てるからなんかイケイケな感じでやってたけど、次の日朝起きて鏡見て大賢者モード、もうすごかったよ。やってしまったって。確かに。だってしかもあれここだけ剃ったじゃん。うん。でここ剃ってたのあれ1ミリもない、1ミリもなくね、2ミリ1ミリとかだったから、その後ホテル帰って全部それに合わせて剃ったから、うん、大体あれ1ミリだったんです最初。そうだからあの直後に撮った収録テレビ、まあ皆さん見てくれてる人もいたと思うんですけど、本当に1ミリとか2ミリの状態でテレビ出てたから。で今はね2センチぐらい伸びましたけど、1ヶ月ぐらい経って悔しいんでね、伸びて、まあ、今年中にあそこまで絶対戻んないけど、ある程度伸びて、ちょっともう一回キジムナやります。もう一回リベンジ受けるまで。キジムナ。でももう一回滑ったらもう一回坊主になって、伸ばしてもう一回キジムナ行って、受けるまでやります。YouTube 上だけでやるかもしんないし、いきなりキジムナになって坊主になるかもしれない。受けるまでキジムナ。ということでね、まあまあまあ、まだね、TVer とかでね、見逃し配信やってると思うので、ぜひ、見てみてください。ということで、まあ、本題入りましょう。はい、質問。はい。筋肥大に効果的なセットの組み方とか、レップ数を教えてください。その人のレベルによりますね、それはね。始めたばっかの人か、大会出てるような人かによるんだったら。よるんですけど、初心者の人とかはまあ1種目につき3セットとかでもいいと思います。回数は10回ぐらい目安、10回限界ぐらいの目安でいいと思います。3セットとも、うん、同じ重量でもいいし、力が出なくなってちょっと下げてもいいし、まあ大会出てる人とかはまあ1種目につき4セット5セットぐらいやって、で多分効かすのが上手くなってきてると思うんで、そういう人は、まあ、もちろん10回とかでも全然いいんですけど、まあ、6回とかの重いものをやってもいいと思いますし、効かせることができれば重ければ重いほどいいと思うんで、俺は6とか8とか、始めたばっかの人とかあんましまだわからない人とかはとにかく10回目安で、いいと思います。はい。でまあ好きな種目を選んでやってもらってもいいと思います。もうとにかく楽しくね。やりすぎると疲れてやる気なくなっちゃうと思うんで、程いいぐらいで終わるぐらいでいいと思います。大会とか出てない人とかね。筋
筋トレをやりすぎると性欲が減るっていうのは聞いたことあるんですけど、本当ですかって聞いたんですけど。その質問あった？あった。やりすぎると性欲がなくなる。そう、筋トレをもうしすぎて。俺見てどう思う？僕のことを見ててどう思います？それはもう、それはもう完全に性欲の悪魔と契約してるから、ね、完全に契約を交わしてるね。完全に契約交わしてるからさ。ガチガチに交わしてるね。いや、人によるんじゃないですか。だって俺大会前とかすげえやってた時も全然性欲あったしな。まあ多分やりすぎて疲れるとそもそもそういうことをする気にならないっていうのはあるかもしんない、ね、疲れすぎると。だからその人の生活のスタイルにもよるのかもしんないな。仕事してトレーニングして疲れてってなるとやる気がなくなるとかあるかもしんない。確かにそうあるかもしんないけど、俺はなくならないから人によるんじゃないですか。筋トレだけに全てをかけてるならいいけどね、そういったこともしたいって人もね、程よく筋トレ程よくすればいいんじゃないですか。まああんま疲れすぎない程度にでもいいんじゃないですかね。その人よると思います。俺はなくなりません。知ってます見てれば分かると思いますが、分かります。次は、ボディビルのポージング練習はいつから始めましたか？はい、でも大会出る前は絶対やるしな。もうほんと初めて大会出る2ヶ月前ぐらいからやってたんじゃないかな。フィジークから転向後ってこと？そうそうそう、いやでも大会で1、2ヶ月前ぐらいかじゃないかな。でもまあポージングね、実際なんかそのがっつり教えてくれるっていうのないから、ゴールドジムでポージング教室みたいにやってるけど、ゴールドジム入ってない人もねそういうのできないし。だから俺はあれしてましたよ、その元々ボディービルやってて教えてくれる見てくれる人ってのもいたけど、動画見て真似してましたよ。好きな選手のポージングとか真似してましたね。俺は鈴木さんのポージングよく見せたかな、鈴木雅史さんの。その時ちょうどずっと連覇しててだから、ポージングめちゃくちゃうまいしね、好きな選手のポージングを真似してました。入りはってことね。うん、好きな選手のポージング真似するとかでもいいと思う。まあトップ選手でめちゃくちゃポージング間違ってる人なんてそんなになかなかいないからね。ね、好きな選手の真似するのいいと思います。ね、あと自分でやっててもね、なかなかね変なところに気づかないからね、やっぱ見てもらうっていうのは大事だと思いますよ。そのボディービルやってるトップの選手とか、まあ、周りにはボディービルやってる人とかも、ね、いない方もいるかもしれないけど、いればそういう人に見てもらうっていうのもいいと思います。はい、はい、次。1時間ぐらいの短いトレーニング中でもなんかプロテイン以外のサプリとかって取った方がいいのありますか？ああ。いらないんじゃない？1時間くらいだったらいらないって思うな。いらないでしょ、1時間ならそんな疲れないし、疲れないっていうか1時間ならいらないんじゃないか。普通にご飯食べてればいいと思うけどね。うん、いや一般的な BCA とかいらないと思うな。だってさ、 BCA とかアミノ酸 EA とかさ高いじゃん、普通に高いね。高いしさ、1時間でしょ。トレーニング前のご飯を普通に取ってれば別にいらないと思うけどな。お金の余裕ある人だけでいいんじゃないですか。次、お母さんは減量するときどんな風にやってましたか？食べ物、食べてるものかな、もののこと言ってんのかな。あの、あれ運動かな、有酸素とか食べてるもん、食べてたものは、トレーニング前牛肉と白米、それ以外夜とかは白米と鶏胸肉で、朝とかは白米、卵、魚だったかな、大会前の時とか、まあ、納豆とかも食べてた。そんな、それだけです。もう特に変わったこと何もしないですね。それ食べてトレーニングしてみたいな、変わったことしてないと思います。はい、なんか毎日同じものを決めて食べて量を測って決めて食べてれば勝手に絞れますよ。絞れないんだって、胸肉と白米食ってればとりあえず多分絞れると思う、普通に余裕に。あと普通にトレーニング頑張ってやってれば、でそれでもまだまだ全然ちょっと足りないよって人は有酸素入れていいと思うし、トレーニング後に20分30分ぐらい、歩いたり行ったりとか、まあ、有酸素すればいいんじゃないですかね。そんな難しく考えなくてもいいと思いますよ。減量とかって、ね、もうシンプルに絞れるもん食って、あと一生懸命トレーニングしてれば勝手に絞れてくるはずです。
とりあえず今回の質問を答えるのはこれでおしまいです。コメント欄に聞きたいこととかなんか書いてくださればそれ答えるんで、今回みたいにね答える動画作るんで、ぜひコメントしてみてください。あれっしゃ。